はい、こんにちは、シンガーソングライターの井田正樹です。今日は異性を主役にした歌詞を書くとき気をつけるべきポイントについてお話していきたいと思います。最後までよろしくお願いします。作詞をするときっていうのは、まずね、どういうテーマなのか決めて、で、主人公がどういう人なのか決めてくださいっていうのを僕がいつも言ってるんですけども、で、主人公を決めるときね、まあ多くの人は自分の主観で歌詞を書く人が多いと思うんですけど、そうじゃなくてね、また全然違う人物を設定して、その人物が主人公っていう方法もあるのね。で、この時ね、僕はまあ男だから男の人が主人公でもいいんですけど、そうではなくて女性を主人公にする、つまり自分とは違う性別ね、異性を主人公にする方法っていうのもあります。こういう手法自体は結構使われていて、今パッとね思いついたのはキンキキッズさん、愛の塊っていう曲があるんですけど、これはね、キンキの二人が共作した曲なんだけど、作詞はね、堂本剛さん、作曲は堂本光一さんがやってるのね。で、もうなんか愛する彼氏、本当に大好きな愛する彼氏がいて、もうその人だけいれば私は十分みたいな、満たされるみたいな、本当にまさに愛の塊みたいな曲なんですけど、これもね、主人公は女性なんだけど、書いてるのは剛さんだから男の人だよね。っていう風に、まあ異性が主人公、作者の性別とは違うっていうのは作詞でたまに使われたりします。ただこの時に気をつけなきゃいけないポイントというのがいくつかあるので、今日はそれをお話していきたいと思います。男性とさ、女性ってさ、同じものを言い表す時でも表現の仕方、言葉の選び方が違ったりするでしょ。なので自分とは違う性別、異性の人がどういうふうに物事についてねお話しするのかとか、どういうふうに表現するのかっていうのを普段から観察しておくといいです。例えば自分の親のことを言うときね、男の人代表的なのはね、親父とかお袋とか、まあお父さんお母さんっていう場合もあるけど、これさ、女性だとさ、ママとかパパとか言う場合もあるじゃないですか。まあこれは家庭によって違うけどね。あと料理とかね、男はさ、よし料理作るよみたいな感じだけど、女性だったらさ、お料理しましょうとか、まあ極端な例だけど、そういうさ、男女で言い回しが変わるってことたくさんあるんだよね。あと恋愛とかもそうだよね。恋愛はさ、よく言うのがさ、男性っていうのは、こう、なんつうかな、常に一ページずつ保存してる。要は忘れていくんじゃないっていうね。このことの恋愛はこれ。で、次の人とはこれ、みたいな。だから昔のこともこう振り返れるんだけど、女性っていうのは上書き型っていうじゃないですか。だからもう、誰々さんと付き合っててお別れしましたって、もうそれはもう消去されて上書きで次の人が来るみたいな。これもね、男性と女性の脳のね、仕組みの違いで違うらしいんですよ。こういう違いってもちろん人によっても違うんだけど、ね、傾向としては男性はこう、女性はこうっていうのがあるらしいんだよね。だからよくさ、女心が分かってないなとか、いや男ってこういうもんなんだよとか、あるじゃないですか。そういうのって性別によって変わるもんだと思うんですよ。なので、異性の主人公を、こう架空の主人公を作って作詞する場合っていうのは、とにかくね、その異性、自分とは違う性別の人たちがどういう風にね、普段お話ししてるのかっていうのをよく観察することが大事です。僕も女の子を主人公にして、歌詞を書いたことあるんですけど、その曲の歌詞がまあこういう感じなんですよ。もうこれはすごくね、可愛らしい女の子が好きな人に、大好きなあなたに久しぶりに会えるっつってワクワクしてる様子を描いた曲なんですけど、全然僕が書いたように思えなくないですか？この歌詞だけ見たら。ちょっと気持ち悪いけど。で、この歌詞を書くときに、かなりね、明確にこの主人公の女の子像っていうのは僕の中で作ったんですよ。こんなような髪型で、こんな容姿をしていて、こんな性格の子、キャラクター像っていうのははっきり作り込んでおきました。だから、僕の中ではこういうストーリーっていうのは映像としてね、頭の中でちょっとこう描けてるぐらいのレベルなんですよ。だからそれを作詞としてこう文字にして表現してるっていうだけなのね。だからこれはね、異性が主人公じゃなくても言えることなんですけど、なるべく主人公の設定っていうのは細かく設定した方がいいです。それこそさっき僕が言ったね、その髪の長さがどうとかさ、どういう感じの顔立ちでとか、ルックスがこんな感じでとか、性格がこうとか、なんなら服装もこんな服装とかね、そういうことまで浮かべた方がいい。そうすることでリアルな歌詞が書けるようになるし、たとえそれがね、自分とは違う性別、異性の主人公だったとしても、その方がリアリティのある歌詞が書けるようになります。だからこの曲の歌詞で言ったら、キラキラ光るイルミネーションって、あんまり男は言わないよね。ふてくされちゃうからねとかね。なんか男が言ったら気持ち悪いでしょ。っていうね、男の人じゃ使わない言葉、女性しか使わないような言葉も選んで書いてます。
だからあなたもね、異性を主人公にした、作詞をする場合、今日お話ししたようなことをね、抑えて、作詞してみてください。ということで今回は、異性を主人公にして作詞をする場合、どういうところを気をつけたらいいのかというお話でした。最後まで見てくれてありがとうございました。最初に話したさ、その、キンキキッズさん、僕昔から好きで、特に、堂本剛さん大好きなんですよ。で、剛さんってね、その、さっきの愛の塊って曲でもそうだけど、ソロアルバムとかでも、女性が主人公の曲っていうのは何曲もあるんですよ。で、これがまたね、独自の世界観というか、なんか、不思議な色気があって、魅力的だなと思ったんですよね。もちろんね、男の人が女の人の主人公で書くのもいいし、女の人が男の人が主人公、なんか、女性が書いてるのに僕はこうだとか俺はこうだみたいな歌詞っていうのもまたね、その同性が書くのとは全然違った歌詞になると思うので、この魅力っていうのがあると思うんだよね。だからあなたもなんか作詞してるこの人男なのに女性の目線なんだとか、その逆のパターンもそうなんだけど、そういう歌詞ちょっと探して参考にしてみてほしいなと思うんだよね。学べることがたくさんあるからぜひ探してみてください。それではシンガーソングライターの山崎でした。また会えるの楽しみにしてます。したらまたね、バイバーイ。はい、ここで僕からお知らせがあります。ギターを始めたばかりの人でも、音楽理論が全くわからないっていう人でもね、自分の曲作ってみたいと思いませんか？結論から言うと作ります。僕がこの10年間以上の音楽活動の中で、時間もお金も使って学んできたことを、全15話合計70分の、動画講義の中にこうギューッと凝縮して、無料でプレゼントしたいと思います。イエーイ。例えば、シンガーソングライターに憧れてるんだけどどうやってなればいいかわからないっていう人とか、ギターのコードって難しくてちょっと押さえるのっていう人とか、まあ少しは弾けるけどちょっと表現力に自信がないんだよねとかいう人とか、作詞してみたいんですけどどうやってやっていいかわからないですっていう人とか、曲作ってみたいけどどうやっていいのかわからないなっていう人とか、あとはもっと気軽にね、自分の曲を作ってみたいんだけど私なんかできるのかなとか、僕なんかできるのかなっていう人とかね、あとは自分もこうステージの上に立ってライブをしてみたいっていう人にはね、ぴったりの内容になってます。で、本当に最初に言ったけどお金は10万円かからないです。登録方法は、パソコンでもしこれを見てくれてる方の場合は、YouTube のこのもっと見るっていうとこをこうピッて押してもらうとふーんって出てくるんで、そこのリンクを押してもらってメールアドレスを打ち込んでいただいて登録してもらうと第1話が届きます。で、スマホで見てくれてる方はですね、三角のマークみたいなのこうあると思うので、それピッて押すとやっぱりそのリンクがねさーって出てくるから、そこを押してもらって、メールアドレスを打ち込んでもらって登録してもらうとすぐに届きます。で、パソコンでも、スマホでもどちらでも見れるのでぜひ登録してみてください。それでは最後まで見てくれてどうもありがとうございました。シンガーソングライターの飯田将暉でした。動画講義の中で会えるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。